皆さんこんにちは、シカッキーです。前回の動画でフライパンね、ちょっとご紹介しようかなと思って多分アウトドアやられる方はみんなね、皆さん持ってるかもしれないし、まあんましね、レビューもそんな良くなかったかな、アマゾンの感じは。まあこれなんですよね、ブッシュクラフトインクですよね、これ。まあ多分このね、発想はすごいですよね。現地で棒を見つけて、でこういうネジでこれね、これネジでね、簡易的に止めて使える。ただね、めっちゃ薄いんですよね。ただまあ目的ですよね。例えば登山とか結構ちょっと歩いたりする場合はやっぱ軽いのがいいから、そういう時はね、料理の質よりもやっぱ重量を重視するから、まあそこら辺はあのね、やっぱそういう目的に合ったものを購入すればいいかな。だからとにかくしっかりね、こう熱い鉄板で美味しい肉を焼きたいとか、まあいう場合はまあもうちょっとね、物足りないなと思いますね、これだと。5月の23日パックして、6月10日にだから15日ぐらい、半月ぐらいですかね。ちょっとね、どんな、まあ洗ったら多分ね戻っちゃうと思うけどね、ちょっと取っていきたいと思います。腐ってるのかな。すごいですよこれまだしっとりしてる。匂いはね、なんかそんなにな、なんか、まあそんなにかな、やっぱし思ってるよりはね。あ、でも結構いいかもしんない、生まれ変わる。もういい、あれなんかいいんじゃない、すごい。もうもちろん取ったばっかしだから洗わないでね、ティッシュで。ちょうどいい、あのね、ナッツのいい香りする。あ、いい、いい感じになる。まあこれがね、どんな感じになるか、まあ洗わない方がいいですね、これ。うん、洗わなくていいです。いい感じ、しっとりして。これをちょっとね、しばらく置いてみたいと思いますね。これで落ち着くかなと思います。超おすすめ、しっとりいい感じになった。ちょっとね、置いときたいと思います。これまだね、油含んでるから、なんかで使えそう。何やろ、あ、それとね、私ね、これ。
このねナイフがね、やっぱね川、北海道の川遊びではねすごく安心なんです。熊対策としてね、気分が安心するナイフ。綿木さんと袋長さん7寸ね、これでね、このシースがまあお気に入りなんですよね。このシースの入れ物がすごく良くて、まあ、これもちろん自分で作ったんですが、でもねやっぱり案の定ね壊れてるんですよね。これほら、これやっぱ思った通り、当初から思った通りこうなりましたね。なのでこれをねちょっとねもう漆塗っちゃおうかなと思って、この横の部分と。まずパテです。パテでちょっとね充填して漆を塗るっていう方法がいいかなと思います。こっちの方はねないのに、こっちはねこういう風に作ってるからどうしても割りやすいんだと思います、ね、だからここで強化してるのかなと思うんですよね。両サイド強化してほしいですね、ここ。はい、ちょっとここねドリルをちょっとやって、それでね少し充填してやってみようかなと思います。じゃあねちょっとドリルで何箇所やろうかな。こちらね、あの時間経ってもねいい感じです。これおすすめ、くるみパックおすすめです。乾燥してる木は特にいいかもしれない。もうねこちらね乾いちゃってね、このねウッドエポキシ、かなりこれ木とかはね丈夫に補修できます。乾いちゃってもダメだな。水振りかけて、時は戻るかな。白はね、まだ柔らかいんですけど。だいたい同量を混ぜます。うん。茶色ちょっと水を吹きかけて、やれば戻るかもしれないです。それでね、充填していきます。ちょっとね肌色っぽい感じですね。ちょっとねこの側面もね一面ちょっとやっちゃった方がいいかもしれない。こんな感じで。ここ後ろは塗ってます。後ろのこの一周と
横ですね。しばらくね時間経っちゃったので、ここ塗ったらね、結構まあまだそんな、まあ結構カチカチになりましたね。これでもいいかもしれないんですが、こういう風にね、こういうキーを当ててやった方がいいかなと思って、で、ね、薄い板って調べたら、こうやってね、勝利ファンって Amazon なんですが、このね、Amazon の勝利ファン、このね、なんか勝利ヒノキの木の無地のね板、これがねいいんじゃないかなと思って、薄すぎるかな、でもまあ何枚か重ねれば、2枚ぐらい重ねようかな、2、3枚重ねて、でなんかこれはね和紙をね挟んでるみたいです、このサンドしてるみたいで、結構頑丈。よし、じゃあね、これと同じぐらいの高さだから3枚ぐらい重ねた方がいいかもしれないですね。かなり薄いんで 0.5 ミリぐらいかな。で、これちょっと固まってるので、ここに漆を塗って、またここに漆を塗って、で貼り付けて、まあそのままね、でまた漆を塗って貼り付けるという作業をやっていきたいと思います。それではまずね、切っていきたいと思います。最初からね、この袋長さ買われた方はもう最初からここね補強しておいた方がいいと思います。もうねすぐパキッていっちゃいますからね。ここね、ほら、ここもうね、これねつけてる感じなんですよね。こんなのねすぐ取れちゃいますから。でもこれ全部ここやっちゃうと、これ吸水と撥水しやすいので、この鞘はね、だから全部塗っちゃうと水がね出てかなくなっちゃいますから、水分が。だからまあ一応ね、でも合わせるためにちょっとここら辺塗っちゃいましたけど、私こうやってね、あとはこちらをもう貼り付ければもういいと思います。これね、好きっていうね色かな、これがこのなんかね茶色っぽい色になります。まあ、これに合うかなと思ったけど、ちょっとやっぱり若干色違って、でこれねすごいいっぱい種類ありますからね、まあ、クリアのが良かったかな。買ったのがね黒とか赤とオレンジなんですよね、よし、はい、貼り付けていきたいと思います。この前ではね、最初にここはねこれだけで私大丈夫かなと思ったけど、ちょっとやっぱ心配だったんで、結構カチカチになりますね。でこれで塗って、これ板貼ってってやった方が早かったかなと思いますね。まあちょっとこれやってから思いついちゃったんで、
このシースね、ここね、ここほら、ここね、切れちゃったんですよね、ナイフで。で、これはね、漆でくっつけました。あの、普通の接着剤よりも頑丈なんじゃないかなと思いますね。しっかり乾けば。まだちょっとあれですけど、あと1週間ぐらいすればもう完璧だと思います。おすすめ。多分もうこれで壊れないんじゃないかな。少しもうちょっと厚塗りしとくか。乾くのにあれだな、1週間ぐらいかかりそう。うん、これで完成です。ありがとうございます。